どうも、島田周平です。始まりました「島田秀平のお階段巡り」皆さん今回も見ていただきましてありがとうございますそれでは皆さんお階段の世界ゆっくりとお巡りください さあね前回出ていただきまして素晴らしい階段披露していただきましたまだ階段始めてね1年とか2年とかそれぐらいだってかまたびっくりしてしまいましたね本当にすごい方がまたたくさん出てきてるんだななんて思ってしまいました会談会のププリリンンスス松ろしししさんですすお願いしすしお願いたまよく <laughs> んか前回、はい、ずっと聞いた時にちょいちょい あれ稲垣吾郎さんなのかな。<laughs> <laughs> 本当ですか。見えた瞬間があったんですよ。いやー、嬉しいですね。で、これ、ね、すまあ、ビジュアルと、あとお声もね、良くて。で、また、リロ整然とこう話されていくんで。あの、なんかここ、素晴らしいな、なんて思っちゃいました。けどありがとうございます。はい。階段って何本ぐらいお持ちなんですか。そうですね。今、僕が。 お話できるっていうのは20から30ぐらいですかねでもなんか取材もどんどんされていて、会談、うんはい、本当お好きだっていうことそうですね大好きです、ね、なので、ね、あのこれがまたどんどんねあの youtube チャンネルやられてまして、えー、たくさん上がっていくと思いますので皆さんチェックの方よろしくお願いいたしますお願いしますチャンネル名が管松博士の階段チャンネルと言いますのでよろしくお願いしますはい。 まあ会談はもちろんですけどもなんか一応僕からの希望としてはまあ時々入浴シーンとかあの PV みたいな旅行にただ行ってるはい景色見てるみたいなね楽しそうですかそういったなんかやつもちょっと時々上げていただけると僕はまたそこも見たいななんて思ってますんで。 そうですね。俺何の目線なんだろうかって <laughs> ちょっと怯えてます。大丈夫です。あの検討します。検討しちゃうんですね。<laughs> 前向きに。はい。あの楽しみにしてますので。はい、皆さんぜひぜひチェックの方よろしくお願いいたします。ます今回どういった話なんでしょうか。そうですね。あのー、これ僕の兄が体験したといいますか、そういった話を聞いてもらいたいなと思ってまして、はい、で元々うちの兄っていうのが三つ年離れてまして。えー まあ、階段とかもすごい好きな人なんですよね。兄弟でお好きなんですね。はい、で、まあ、兄の影響が僕すごく大きくて、階段にのめり込んだっていうのがあるんですけど。まあ、うん、その兄が、この前ね、あの、実家で久しぶりに会ったんですよ。うん、で、その時に。お前さ。あの、俺の友達の向井って覚えてるかって言うんですよね。はい。で、僕も。まあ、覚えてるよって言ったら。あの、向井か,かな。完全に。 おかしなったかもしれへんって言うんですよ、うん、でどういうことって聞いたんですけどこの向井君っていうのが、まあ、うちの兄が大学生の時に、まあ、仲良かった友人なんですよねでうちの兄っていうのがそこで、まあ、うちの兄は脚本を担当してその向井君っていうのが、まあ、一緒のサークルに入ってたんですけど、まあ、監督を担当してたんですよね。 でまあそういう関係もあったもんでよく向井くんはあのうちの実家に遊びに来てましてでそこで兄の部屋でねいろいろ、まあ、作業っていうのをしてたもんで、まあ、僕も顔見知りではあったんですよ。うん、であ「向井くんこんにちは」あ弟くんこんにちは」まあ挨拶を交わす中ではあったんですけど、まあ、あのその向井くんは完全におかしくなった。はい、これ向井くんが おかしいかもしれないっていう話は僕当時兄が大学生の時に聞いてたんですよね。はい、というのも、まあ、その当時そのサークルの中でホラー映画をちょっと撮ってみようっていう話になったことがあって、うん、でまあ,あのせっかくホラー映画を撮るんだからっていうので、まあ、近場にあそのダムっていうのがまあまあ地元でも有名なダム地元で有名な ちょっとしたまあ心霊スポット的なな場所なんですよねだからやっぱりまあホラー映画撮るからまあそういうところを使おうよっていう話になって何、まあ、あて言うんですかね撮影する前にロケハンっていうんですかねああいうので一回ちょっと下見に行こうっていう話になったと。で当時まあ兄アルバイトしてたんでちょっと日付が合わなくって兄は行かなかったそうなんです。で向井君がまあ後輩何人か引き連れて自分の車運転してそのダムまで行ったんですって。でまあ ねせっかくホラー映画撮るからっていうので行くなら夜中にっていうことで、うん、そのダムに運転して行ってでそこでまあロケハンをして回ったと。でいろんなところをこうダムの周辺とかを見て回ってまあそろそろ帰ろうかって車に戻ってきた時に、はい、あれ向井君の止めてある車のフロントガラスとこのワイパーの隙間になんか1枚紙が挟まってあるっていうんですよね。はいで なんやろうと思ってパッて撮ったらそれ写真なんですって、うん、でその写真っていうのが今いるダムの写真なんですよ、うん、ただこれ誰も写ってないんですよね、うん、真っ暗な多分夜に撮ったようなそのダムが写ってる写真でまあ目の前に手すりがあってその奥に真っ暗なダムが広がってるっていうそれだけの写真なんですよ、うん、これなんやろうと思ってパッと裏面見たら ダムにてって真ん中に書いてあるんですよ。でその右下に小さくカタカナで榊玲子ってていいう名前が書いてあるんで,すよ、うん、でこの「榊イ子」っていう名前もちろん仮名ではあるんですけどこれに近い名前が書いてあったと。で「これ何やろ?」っつって,言って誰かのいたずらかなと思って後輩みんな見るんですけどみんな不思議そうにこう覗き込んでるんですよね。で まあ、気持ち悪いじゃないですか。はい、だから向井君、その写真を嫌やと思って、ダムの中に掘り投げて捨てたんですって。っ、はい、で、そのまま車乗って、みんなで帰ってきたんです。で、それからしばらくして、うちの兄と向井君が、あのー、食事してたんですって。で、まあ、そこでいろんなサークルの話をしてる中で、向井君がね。あのさ、さこの前さ、俺が。あの、ロケハンで、みんな連れて行ったダムの話、覚えてるか。 あ覚えてるよあの「お前がなんかあの気持ち悪い写真拾ったっていう話やろ?」って言ったら「そう」うん「あの次の日やねんけど俺な部屋昼間テレビ見てたら部屋でそしたらピンポンってインターホンになるから「はーい」ってガチャって出たら若いおそらくまあ夫婦2人組やって「うん、あの隣に引っっ越しててきたんで挨拶だけって言われるあそうですか」って挨拶をしてでまあ 俺バイトあったからすぐ部屋戻ってで荷物用意してで部屋に出たんよで隣の部屋見たらまだ荷物の搬入とかしてはってでなんとなしに表札っ張ってみたら榊さんやって、うん、で奥さんの名前見たら「榊イ子」って書いてあるんですよ。うん、ほうであと思ってこの名前俺昨日見たぞ、うん、これ写真の裏に書いてある名前と同じなんですよね。で まあそんなことがあってえでもさこれ偶然にしてもその写真に書いてあった名前と次の日隣に越してきた人の名前が一緒やったらちょっと気持ち悪いよなっていう話をまあ2人でしてたそうなんですよ。で、まあ、それで盛り上がってでうちの兄が「今日ここちょっと俺出しとくわ」って言ってあのなんていうんですかお会計のカード持ってレジ行ったそうなんですよ。うん でレジでお金払って向井君はその間にあの店の外に出てたんですってで兄がお金払って「ごちそうさまでした」って言ってパッて顔を上げるじゃないですかで目の前にレジの店員さん立ってるんですけどその女性の名札見たら「榊、はい、玲子」って書いてあるんですでうわっと思ってさすがに気持ち悪くって向井君には言わなかったそうなんですね、はい、でいや何やろうって思ってその日は終わったんですって でそれからまあしばらくして、まあ、サークルの部屋でねみんな集まってる時に向井君がなんかね暗い顔しながら「いやちょっと聞いて話聞いてほしい話がある」ってみんな言うんですよ。うん、で何って聞いたら「あのさダムで俺写真拾ったやんかで」あの写真の話を友達とかにしたら絶対会うんよ 誰に榊玲子に言ってみうんですよこれ向井君がその写真を拾ったっていう話をいろんな人にしたら、はい、絶対に榊玲子っていう女の人が現れるそうなんですよね。でこれその時々で全く部別人なんですっておばあさんの時もあれば若い女性の時もあるんですけどいろんな榊玲子さんに会うらしいんですよ。 でそれがちょっと気持ち悪いって言ってて、うん、でこの前なんかな俺まあ地元の友達にこの話してでその帰り道を道にさなんかバスの定期券か何か落ちてるから拾って届けだろうと思ってパッて名前見たらそこにカタカナで「榊玲子」って書いてあったんで,、えー、でうおと思ってもう気持ち悪くて触れなかったそういうことがあるから俺ちょっとこの話もうせんようにする。 偶然とは思われへん頻度で会ううっていうだからちょっとみんなももう今後一切俺にその話せんといてくれって言うんですよでまあ聞いてるメンバーみんな「いやそんなことあるか?」って「いやちょっとこれ向井君おかしなったんちゃうんか?」ってまあ噂が広まったっていうんですよね。 でただやっぱり気持ち悪いもんでみんなその話をしなくなったんですってでその時に僕は兄から「あの向井さちょっと最近おかしいかもしれんねんな」っていう話を、まあ、当時聞いてたんですよ。で聞いたら最近になってうちの兄がその当時の大学の時のサークルメンバー何人かとご飯に行ったそうなんですよね。 でその時、まあ向井くんは来てなかったんですって。で、いろんなメンバーと喋ってる中で、向井くんと当時すごく仲良くって、今も親交のある中尾さんっていう男の人が来てたんですよ。はい、その中尾さんが、いや俺そういえばさ、俺この前、向井の結婚式行ってんって。で、みんな、あ,あ向井くん結婚したんや。おめでとうっていう話になって。ただ、いやでもな ちょっとさあいつ「向こう入りして名前変わってって言うんですよで。何に変わったんって聞いたら「榊」って言うんですよ。えみんなその時にやっぱり写真の話思い出すじゃないですか。うん、でいやでもまあななんだろう家庭の事情とかがねあってそういう話になったんかなって思ってたらまあ向井君結婚する時にその奥さん との超スピード結婚だったそうなんですよ、はい、もう向井君からもうアプローチしかけてすぐ結婚したとだからそうなんやっていう話をしてて中尾さんがね「でもなそれだけちゃうねん」って言うんですよでそう言いながら自分のカバンからごそごそはがきを一枚出すんですって、はい、で兄の前にパンって出してこれ見てって言うんですよで見たらこれ向井君から中尾さんに当ててのはがきなんですよで裏面パッて見たらね 子供が生まれましたって書いてあるんですよね、はい、で、写真が載ってあって向井くんが赤ちゃん抱っこしてる写真なんですよ。で、その横に真っ赤な筆文字で命名めいれいこって書いてあるんですこれ向井くん自分の生まれた娘にさっきれいこっていう名前つけてるんですよねでね これあのみんなやっぱり「えなんで?」ってなるじゃななりますよね。中尾さんもそのすぐはがきもらった後と向井君電話したんですっ、はい、であ結婚おめでとうお子さんおめでとうね」っ気になるもんで「なんで玲子にしたの?」って聞いたら「ああいや奥さんが玲子がいい」って言ったから「あ,あじゃあそうしよう」ってそれで決めたんよって,ですよでそれ聞いてもいやでもさ お前さ大学のののあの話覚えてるやろ「うん、ダムでほら写真拾って裏面見たら女の名前書いてあって」って言ったら「何のこと?」って言うんですよ向井覚えてないですか全く覚えてなくってでもまあやっぱりねそれ以上言うと自分の娘のね,そうですね名前なので,ですからあの角が立つっていうのではい、はい、それ以上は追求できなかったんですってただこれ向井君が なぜ自分の娘にあれだけ怖がってた写真の名前をつけたのかも、なんで覚えてないのかも全くわからないんですよ。記憶がないってことはつけさせられたのかなっていうので、まあうちの兄からあの向かいがさ完全におかしくなったかもしれへん、そういう話を聞かしてもらって。これ<え>いや。 これが全く何なのか、僕にはわからないんですけど。まあ、僕が知ってるその。榊玲子についての。すべてなんですよね。まあ、もちろん仮名ですよね。はい、もちろんそうです。本当に世にも奇妙な物語を。ね、見てるかのような話ですけど。これ実際の話でこういうことってあるんですね。そうなんですよね。その、ね。写真から、その榊玲子という、はい。 人が集まってきてきそれにどんどんこう生活を侵食されていくみたいなで結果的に自分の一番の宝物である娘の名前をその名前にっていう,うんこれが何なのかが全く分からなくてこれ何,何なんでしょうね,ねいや考えても分からないけども、はいね、ここねすごくこう。 どんどん悪いというか答えが出ないっていうのもあっていや不思議な偶然が続くとかっていうのがあってそれが何か気づいてほしい何かのメッセージなんだっていう話は僕知ってるんですけどでもないですよあの長野県でねあの知り合いのお兄ちゃんが結構前なんですけど大みそかから元旦にかけて、はい。 山道を通っっっててて、まあのにに出て映画見に行こうって思った年があったんですね、はい、大晦日で夜一人でうーんってこう車走らせてさハッピーニューイヤー」の時聞こえてきてあ新年になったんだなと思ってで街に行って「ワンピースの映画、はい、当時やっててお正月にでそれ見に行ったんですよ。でそう見に行こうと思ってた時にその道の途中山道の時にですねなんか急カーブかなんかのところで。 もう危うくなんかハンドルをなんかこう操作し損ねてもうバーンってこう突っ込んで,で下が池だったんですって。になりかねないぐらいまあ,あのご主人なってないですよ。わーってもう危機一発ってことがあったらしくてああよかった一人だったんだけどもまあ無事にじゃあ運転して安全に行こうって映画見てで帰ってきてで午前中家帰ってきて寝てると自分が何かあの水。 うわーってこう目覚めて、はい、でなんだこの夢リアルだったなと思ってパッて汗びっしょりないかなこう枕元見たらそこにメモで197511って書いてあるんですってだこれ197511あ九1975年1月1日かなみたいな何だろう俺の文字だけど何の数字だろうと思ってネットで見てみたらパーンって出てきたのが なんと過去でこの年のこの日にバスが転落してたくさんの方が亡くなったっていう事件が出てきたんです交通事故でそれ見てあってつながったのがその夜まさにその転落しそうになった池、はい、その場所っていうのがその1975年の元旦にあった事故の現場だったわけですよ。でつながるわけですよね。であっ で起きたあとその方はガソリンスタンドで働いてたんで,で普通にこう接客してたらあるお客さんがこう1台入ってきて「最近引っ越してきたんです」なんていうから「じゃあ会員になりますあなります」っつって「じゃあ」ってこういろいろこうねあの名前を書いたりとか生年月日書いてたらその生年月日が197511でうわーまたつながったみたいな。<ー>で、まあ、この後、まあとこじつけかもしれないですけど「ワンピースの映画見に行ってましたよね。はいはい、僕はすすぐ分かったんですけど 小田一郎さん、はい、作者の生年月日ってなんかこう、まあ、ただの偶然がいっぱいこうつながってくるっていうでもまあそこでは事件が事故があって、はい、でそこを通りかかって事故を起こしそうになってだからそういったことを何かメッセージとしてっていう数字なのかなとかっていう話を僕知ってるんですけどはい、はい、これってこの偶然って意味がわかるじゃないですか。はいはい こ,ういう事故がここに昔あったんだってことを、うん、まあ知ってほしいとかっていうことなのかなっていう確かにこれどういう関連性があってどういう意図があってっていうのが全く読めないというかだってそのダムに行っておかしな写真があって、うん、その名前が書いてあったってことですよね。はい それをこう中に捨てたっていうその時点からかか、ね、何かが始まってたのか名前に取りつかれたんですかねでも完全にもう生活をもうどん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 こ、ね、うすねい、ねうん、いやー面白いちょっと気持ちの悪いちょっと皆さんよかったらコメント欄の方にですねこういうことなんじゃないですかっていう全くぜひぜひあつながりません点と点が線で。 皆さんよかったらねあの皆さん思う思い,いの考察の方ね書いていただけると楽しいなと思いますんであの読ましていただきますからね皆さんお願いいたしますいやいろんな話思えば売れない話はい、はい、お持ちなんですねそうですねいろんな話が集まってきますねはあ、いやあのー、皆さんぜひねこういった話たくさんありますのでえ YouTube チャンネルやられていますチャンネル名お願いいたしますはい。 下松弘の怪談チャンネルと言います。はい。ぜひ、えー、概要欄貼っておきますので、チャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。お願いします。何だったんだろうも。すげえ面白かったですね。はい。にありがとうございました。えー、ゲスト、下松弘さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。 さあ今回のレースはです、ねえー、およそ1年ぶり「はい、えー、スリラーナイト」えー、こちら怪談ライブバーですけども「スリラーナイト」などでも怪談師として大活躍中の村上ロックさんですお願いいたしますよろしくお願いいたしますもう1年以上経つんですねそうなんです気付いたら早いもんですねちょこちょこ合ってるからそうなんですよそんな感じもしないですけどね,ね僕はでも2年ぶりだと思ってました <laughs> <laughs>、はい、ただ皆さんお待たせしました もともとね、スリラーナイトさんの方の YouTube チャンネルはあったんですけども、このた本当にね、はい、先月、先々月っていうほやほやなんですけども、はい、村上ロックさんもチャンネル始められました、はいはい、ありがとうございます、まだ一月経ってないんです <laughs> 本当にに数週間前に始めてね<え>、はい。 でももうね、本当に精力的に会談話を上げられていて、はいもうこのチャンネルの皆さんもきっと大好物だと思いますんでね。はいぜひチャンネル登録とボタンの方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あの概要欄もちろん貼っておきますけども、チャンネル名がえーと村上ロックのロックオンエア会談話のお時間ですというかっこいいですね。このタイトル。まあまあ長めなんですね。はい、そうなんです。はい、あのごめんなさい。今聞いたんですけど、全然覚えられなかったんでお願い村上ロックのロックオンエア会 階段話のお時間です。概要欄ご覧ください。お願いいたします。録音エアはい。録音エア村上ロックって入れたら出てきますもんね。そうです。出てきます。はい。出てきますんで。はい。お願いいたします。すみません、本当に。さあ。もうね、ロックさんですから。もう怪談話。 何もぐらいお持ちでしたっえっとね僕も実は今あの正確に把握してないんですけど通常僕が勤めてる怪談ライブはスリラーナイトだと、ま、15分から20分尺のお話を毎時間やってるんですけど、えー、この尺のもので、えー、50話以上でそれ以外のもっと短いものタイトなお話を含めちゃうとうん何百 本家にはなってると思うんですよね。へえー、そんなにお持ちなんですもんね。は、うん、まあそうなんです。一応。じゃ今日はその中からでもま<う>、まっておきの話。そうですね。ちょっとまあ変わり種の話をしてみようかなと思ってます。楽しみです。うん、はい。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あのー、まあこれね、あの会談といいますか。 もうちょっと不可思議ななお話なんですよね SF 地味たお話といいますか SF? はい数年前のアルバンうちのお店に来られた、えーまあ、40代半ばぐらいの男性でお名前ア浅井さんっていう方だったんですけどちょっと変わった方で、うん、まあライブ終わった後僕がお席伺ったら「あのロックさんって本当に幽霊っていると思います?」っていう、うん いやまあ僕もね一応こういう仕事してますから、まあ、いないよりはいた方が楽しいんじゃないですかねって言ったら「ああそうですかじゃあですよもし本当に幽霊っていうのがいるとしてあの世っていうものが存在するとしてですよ、はい、今我々が生きているこの世界ここが本当にこの世だって証明できます?」って言うなんか 難しいけど面白い話です、ね、いや僕も正直あ面倒くさい方来たなと思ったんですけど <laughs> と、ね、続けてこの方が「いやごめんなさい」と「僕ある出来事があって以来自分が本当にこの世界に存在してるっていう実感が持てないんです」ってうんです。でこの浅井さんもともと地方出身の方なんですけど。はい 大学進学進に伴っててて数年前上京ししきましてでそれこそこの大学入るまではねお勉強一,一生懸命頑張ったんですけど、うん、いざ受かってしまうともうほとんどこ大学に通わずにもう毎日遊び奉献したんですよ。うん、で入学してすぐに、まあ、自分と同じようなタイプのねちょっと不真面目な、うん、え男ばかりのグループ4人グループ作ってでその仲間のうちの一人米田君という男、まあ、仲間うちからみんな「米米、ね」って言われてるんですけど。 この米君が大学のすぐそばに一軒家を借りてるんです一軒家借りてたんんででですすそうなんですで聞くとどっかのいいところのねボンボンかなと思うんですけどそうじゃないんですよ普通の大学生が借りられるような家賃の一軒家<ー>つまりめちゃくちゃボロなんですああなるほどなんですけどまあまあね多少騒いでも周りから苦情が来ないっていうだけで当時彼らにとっては格好のたまり場だったとですね,ねで毎日そこたまってはみんなでこうバカ話したり麻雀したりと。 そんな生活を送ってたそうなんですけどある土曜日その日も昼間からねこの浅井さんあ今日も4年近遊びに行こうと思って自転車またがってで向かってる途中でレンタルビデオ屋さんんが目についたんです。ど、うん、ちょうどいいとここでビデオを借りてって4年近で一緒に見ようと、うん、そう思って選んだのがちょうどその頃世間で出始めたこれ今でもねシリーズでずっと続いてますけど。 本当にあった呪いのビデオというシリーズははあの12巻が出た頃だったんですんで「こんなん出てんだ」と面白そうだなってそれを借りて2巻借りて米くん家に行きましたでおい米と一緒に見ようぜ」って言って二人でそれを見始める。で2本見終わった後どうだった米」と「あのさ1本目のあの縄目とか本物っぽくなかった?」って言ったら「うーんえ浅井さえうまい こう「いうのの信じてんのってい,うのいやお前なこういうの信じてる信じてないじゃなくて純粋に見て怖かったらそれでいいじゃん」と「うーんいやまあそうだけどさじゃあなあさい」と「お前さ本当にあの世ってのがあるとしてだぞ」今俺たちが生きてるこの世界ここが本当にこの世界この世だって証明できるか?」って ここのヨネ君めんんくさいところがあるんですねん理屈っぽいところ。じゃあまた始まったと思いながらも「いやでもないよね」って夢中で2人でそんな話盛り上がる。と浅井さんある瞬間ふっと顔を上げたら窓の外日が落ちて真っ暗なんですよ。はい、ああもうこんな時間なんだと。 昼間からねこの米くんち来てビデオを見てその後二2人で話し合ってるうちにあそんな時間になってたんだって思った時に一つ疑問が湧いたんです、はい、部屋の中は明るいんですでもずっとビデオを見終わってから2人向かい合って喋ってる米くんが立ち上がって電気つけたところを見てないんです俺 いつ電気つけたんだっけなと思いながら天井を見上げた時に、うん、びっくりするんですけどこの部屋天井に照明器具ないんですなのに部屋の中は昼間のように明るいんですえなんでと思った途端建物全体がグラッと揺れるんです、うん、であ地震だと思って二人顔を見合わせるそのうちその揺れがガタ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 とどんどん大きくなっていくるんです で部屋の隅に置いてある茶ダンスとその反対に置いてある本棚これが揺れに合わせてガタ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 ,ガタッと移動してきてるんです。はい、あやばいこれ本格的に大きな地震だって思ったんですけどそうじゃないんですよ。浅井さんが座ってるこの膝から向こうの空間そのものが中央の米くんに向かってぐーっと狭まってきてるんです。 とと本棚に体ぐっと挟まれるんですよで、どん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 押し潰されていく現実だったら、ね、こんな状態だったら人間生きてないだろうってぐらいまでまるでゴムのように顔がぐーっと潰れていくんですよ。はい、えーっと思ってるうちヨくん両目から涙ボローっと流して「浅井これどうなってんの?」って言った途端パチンと空間そのものが 閉じたんですはっと気づいたら朝井さん自分の部屋のベッドの上に座ってるんです自分の部屋、はい、あ夢だ俺今夢見てたんだ<ー>でも,も変なんですね夢見るるなら普通ベッドに横たわってるんですあれじゃあなんで俺座ってんだろうと思った時目の前のテーブルの上にビデオ屋さんで借りてきた呪いのビデオを2巻置いてあるんです、うん。 夢じゃないこうなったら今度この米くんが大変なことになったパニックを起こすで普段遊んでる仲間に片っ端から電話かけて「おい!」ヨネ米が大変なことになった」でもね向こうの相手だって何を言ってるのかわからないでもよっぽどこの朝井さん必死だったんでしょうね分かったとじゃあ明日も日曜で休みだからまた昼間からみんなで米んち遊びに行こうぜってことになってその翌日 駅前でで集合しててみんなでこの米君家に向かっ他の連中はね途中でジュース買ったりおかしかったりワイ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 やるんですけど米くん家へ向かって歩いてる途中ある地点まで来た時に先頭を歩いてた男が「あれ?」って言うんですともう一人の仲間も「あれ今まで何十回何百回と通ったこの米くん家へ向かう道順これが 途中から全くわからないです<ー>で全員で同じところをぐる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 何周もするんですとそのうちまた一人が「あっ!」って指さす、はい、ともう一人もその横を「あっ!」って指さす。この二人が指さしてる先にあるもの全員見覚えがあるんですよ。うん、これ米君家の両隣に立ってる一軒家なんですけど今目の前でこの二軒の家隣接してるんです つまり本来真ん中にあるはずの米くんの家そのものがないんですここで全員米が大変なことになったって騒ぎになるん <laughs> ですすぐ大学にも連絡して「あの米田が」って言うんですけど大学側からは「うちに米田という生徒は在籍していません」って言われる <laughs> ですこの手の話ってねよくあの子供の頃遊んでた友達が実は大人になったら自分しか覚えてなかったっていうパターンありますけど これそれそとともちょっと違うんです、うん、大学に通う他の友達の中にはああ米田ねって知ってる人間もいるんですその4人組とか3人以外でも知ってるう、はい、そうなんですでも結局その日以来この米君と連絡取ることすらできなくなったんですでそれからまあ20年ほど経って今から数年前当時の仲間の一人がまあ久しぶりに集まろうぜとで都内のある喫茶店に集合したんです、はい その呼び出した男が「いや実はさ最近俺のところに米からハガキが来たんだ」って言って1枚ののをテーブルの上に置くんですでそれを見たその場にいる全員があ,あ確かに米からのものだって思うんですけど、はい、なぜそう認識できるのかがわからないんです。っていうのがそのハガキに書かれているものって。 赤いボールペンで書かれたただの何本もへえなのにそれ見た瞬間全員があ確かに米からのものだで書かれてる内容が理解できてしまうんですただの赤線なのにそうなんですただ何本も引いてる線なんです、まあ、みんな元気か俺はこっちで元気にやってるぞっていう内容っていうのは理解できてしまうで,でみんな愕然とするんですけど そのうちまた一人がね「おいみんなの中で米のものまねできるやついるか?」って言うんですよ。でそれ言われた時にこの浅井さん二十数年前ね毎日顔合わせてたこの米くんのしゃべる、まあ、特徴というか癖はっきり覚えてるんですよ。ええ、お俺できるよ」って言って米くんの真似をしようとした時にもう一度愕然とするんですよ。はい、20数年前 毎日一緒にこう遊んで会話してた米君そもそも人間の言葉なんて喋ってないんですよ発音しようにもどうやって出しているのかわからない声とも音ともつかないようなそんな発声なんですなのにあの当時普通に毎日顔を合わせて言ってる言葉も理解してそれに対して自分も返してたんですでもそれがなぜなのかわからないでももしかしたらこの ヨネ君という人物自体この世界とは違う別の次元から迷い込んだ人物だったんじゃないかでそのことに彼自身気づいてなかったんじゃないかだからあの消える直前浅井これどうなってんのって言って涙を流したんじゃないかと、まあ、ただ浅井さんこの体験があって以来いまだに自分が本当に この世界に存在してるっていう実感が持てないんだそうです。というずっとなんかこうゾワゾワしてそれこそ実感というか自信が持てなくなくりますよ、ね、そうですよね。いや僕もう一つ思っちゃったのが。 宇宙人とかね、ね、そんなこともやっぱちらっと考えてしまいます、ね、その言語として成立してないんだけど、えー、とかなんかわからない発生なんだけど、はい、何か分かっちゃうと何かテレパシー的なものとか。っていうことでしょうね。あとやっぱり異次元の人だから、はい、まあこちらの方にそういった音であるとか、はい、このね。 文章であるとかっていうものをしっかりと伝えたりは、この次元を超える時にできないんだけども、何か伝わってくるとか。うーん。なのか。でも、そもそもね、われが普段こう、階段って言って話してるもの、まあ幽霊ってものが出てきますけど。それ自体が、もしかしたら、その別の次元から紛れ込んできてるっていう可能性も。あるのかなと。 やっぱり地場の乱れとかか、はい、よく言うじゃないですかあの大きな地震がね日本にもありましたがあの時にちょっとこう時空の歪みができてそこからこう何か出てきたとかね<ー>なんかそういう説を唱える方もいるんですけども<ー>僕はちょっとねでもそのヨネさん「はい、俺どうなってる?」って言って泣いてたって言いましたけど、はい、その前とかにもね「俺が今ここにいるのがこの世かもどうかもわからない」とかってことも言ってたわけじゃないですか。はい なんか自分は別の世界から来てるとかっていうのも分かってて、はい、でこの世界で仲良くなった友達たちがいる、うん、楽しくいたんだけどあやっぱり俺はもう戻らされるんだってことも分かって泣いてたからのかなとかねいろ、うん、考えちゃいましたね。そう考えるとちょっと切ない、ね、切ないですね。うん、ただその別の次元からも「俺こっちで今元気なんだよ」っていうふうにメッセージをこうね届けたわけですよね。 そのはがき自体その届いたっていうけどあの切手も貼ってなければ消印もないんですよ。で住所なんかも書いてないんでしょうで,、ええ、できっとそこに「ヨネです」ってことも書いてないわけですよ書いてないですただの赤い何本もの線なんですいやなんかすごいんだよなその辺とかあまりにもだからちょっと理解が及ばない現象というか何なんだろうって考えちゃいますよね。 あのこれムーの三上編集長ねなんかとお話をした時に今聞いたんですけどいわゆるこう霊が見えるっていう人とかで宇宙人とかも見えたりするとかってただからなんかそういういわゆるオカルト的ななんか見える見えないいるかいないかわからない存在ってなんか同じような チャンネルというか同じ時空の住人なんじゃないかとかそういうものがふっとこう現れてくるで見える人は見えるとか、うん、遭遇できるってことだから話を聞いたことがあって話はちょっと思い出しちゃいましたね。ありますしそういう時空系の階段もありますよね。えー らなんかこうまあ一口にね階段といってもやっぱりいろんなこのジャンルというかでねっみんながもう足く通っていたはずの一軒家がまんまなくなってるわけじゃないですか、はい、空間ごと、はい、そこにあったはずなのに別の家同士がぐっとこう縮まってえここあったよねっていうものがなくなってるっていう階段もあるでしょよく聞きますよねこういう階段 ももう1回行ったら何にもなか,ったかはいはいはいあれどういうことなんですかだからやっぱりちょっとこう異空間に迷い込んでたとか。はあ、ってことなんですかね。ねえ一瞬でこの街の風景が変わったとかもねありますもんね。いや ずっっと怖かったです話今回のいや僕も自分で話しながらずーっと島田さん見てるうちにあれ島田さんは本当にこちら側の世界かなとかやっぱ考えちゃいました、ね、いやそうなんですよそういう深いことをど,んど,んどんどん考え込んでっちゃうような話ででしたねねそうです、ね、これ結構夜寝る前とかにね見ていただいた方多いんですけど、はい、寝れなくなっちゃうんじゃないですか今回。 そうですかね <laughs> でも寝れなくなった方はねあの、まあ、もしかしたらですけど「まあ村上ロックのロックオンエア怪談話のお時間です」という YouTube チャンネル登録パッと押してもらうと安心して寝れるかもしれないです。これがねその情報概要欄に貼ってあるんですよ ちょっとんもう一回聞いたんですけど、はい、やっぱりそのチャンネル名覚えられないですね。<laughs> 本当になんなんでこんな覚えられないんだろう。いやじゃあちょちょっと一緒に言ってください。えー、だから、からこの世のチャンネルじゃないのかもしれないですね。<え>こんな聞いても覚えられないって、なんかちょっとこの世のものじゃないのかもしれないですね。<え>不思議なチャンネルです。それは間違いありません。<laughs> 皆さん良かったらですね。本当に。 もう僕も念願でした。やっとね個人のチャンネル開設していただきました。はい、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。またぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ゲストは村上ロックさんでした。ありがとうございます。すごかった。ありがとうございます。さあ今回ですね、ゲスト、もうすごい階段をたくさんお持ちというですね、 えー、階段バー、スリラーナイトで階段師もやられています。えー、翔平さんです。お願いいたします。どうもよろしくお願いいたします。スリラーナイトの翔平です。ございます。よろしくお願いします。<laughs> いや、実現しましたよ。いや、実現しましたよ。言ってくださいますけど、はい、俺、キャスティングミスったんじゃないかなと思ってますからね。<laughs> 何何言ってんのいや、だって、<laughs> いやいやあのー、<laughs> 階段、 ね、ちなみにレパートリーというか、はい、お話いくつお持ちなんでしたっけ、はい、僕今250ちょいあります。もう変態ですもんね。<laughs> めちゃめちゃ階段お持ちですもんね。いや、まあでも、気がついたそうです。でも9年間、ほぼ毎日階段やってますから。この前ね、はい、あの、実は階段クラブという番組で、はい、なんと両国国技館で収録があって、その時に共演させていただいて。いや、そうなんですよね。そう、すごかったもあの時も。だからもう、 絶対お願いしますね、今度ってことで実現したんですよね。いや、でもありがたかったですね。<ー>本当もうこんな、僕の方こそ呼んでいただいてですよ。いや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 。で、あのー、翔平さんね、ずっと YouTube のチャンネルをお持ちじゃなかったんですけども、はい、もう年明けに。そうです、年明けには。あの、個人の YouTube チャンネル僕作ります。<laughs> そうなんですよ。で、そちらの方で会談やったりだとか、あとは、 まあちょっと階段ばっかでね、気持ち重たくなったりとかするの嫌なんで、北海道とかのパワースポットもあったりだとかあ、そう、北海道出身ですからね、そうなんですよ、はいはい、そういうのをやってみようかなと思ってますんで、なんてだったって、250本ありますからね、皆さん、ぜ、は、ひ、い、こちらも登録していただいてすす、いや、なので、階段もそっちも、でも、まあね、そんなしょっちゅう上げるかわかんないですけど、階段をやっていきますからね、ちゃんと僕のチャンネルでも、週3は上げていただいてもいいですか、週 3? なんでそれちょっと辛そうにしてるの 週3だって250本あるんでしょ ?250 本あったとしても、週3でやってたら割とすぐしょってなくなりますって、そんな <laughs> <laughs> で250中、やっぱり自信満々に怖いですっていうのは。 二十五とかなんで十分の一ぐらいですよね。打率低いですね。打率は低いです。<laughs> 打率は。影響の話どうなんだろう。僕はもう本当に人様に聞かせれない会談の方が多いんですよ。も,もうね、会談しとして、もういつも話されてるんで、はい、でも今日は僕は合図地伸びてきたいと思いますんで。はい、おお、頑張ります。<laughs> じゃあお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。いやこのお話ですね。 あのスリラーナイト、まあ、僕は大切なお店に遊びに来てくださった鈴木くんっていう、まあ、20代前半の男の子から聞かせてもらった話なんですけど、はい、この鈴木くんって、まあ、すごい明るい子で、うん、お店に来れば気さくに話しかけてくれてで僕も、ね、一緒にお酒飲みながらわーって喋ってたんですけどある日ねその鈴,鈴木くんが来た時ですよ「はい、翔平さんちょっと僕の友達の話聞いてもらっていいですか?」 って言ってきて、うん、で僕もあなんか相談事かなって思って、うんどうしたのって言ってみたら、いや実は僕の友達にとんでもない嘘つきがいるんです。嘘つき、<laughs> はいはいはい。高木ってやつなんですけど。高木くんって言って話してくれたんですけど、この高木くんと、うん鈴木くんと高木くんは小学校の時から仲なんですって。うん、で昔からまあ今の今までずーっと仲いいんですけど。 高木君は昔か,らのい昔から今の今までずーっと嘘つきなんですよ <laughs> <laughs> でそんな嘘つきのやつって嫌われるじゃないですか、はい、でも高木君って人気者なんですよどういういことなんでしょうでこれが何でかっつったら、はい、あの鈴木君いわくですよ高木君って嘘をつく時に前後で「いやこれから話す話嘘なんだけど」とか話し終わった後に「嘘なんだよね」<laughs> とかう子らしくて<ー>だから高木くんが喋りだしたら「おまたなんか面白い話聞けるぞ」みたいな感じですごいこう人気な子だったと、うん。で、まあ、そんな高木くんと、まあ、今でも週12回遊ぶそうなんですけど、うん、ある日高木くんが電話かけてきて「お鈴木今日も一緒に飲みに行こうぜ」って言ってきたもんですから、うん、鈴木くんもあ「分かった分かったじゃあどこどこの居酒屋ね」って待ち合わせしてで2人で飲んでいつも通り会話してる流れで急に高木くんが「 いいいややっててうかさ鈴木聞いてくれよ、うん、いや今ね俺が勤めてる職場の直の上司性格悪くってさうん、うん、もういっつも理不尽に俺にこうワー,ワー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 となってくるんだよでね腹立つじゃんやっぱりだから頭の中で俺怒られてる時にずっと上司のことボコボコにしてるんだけど、うん、だけどそれじゃもう気収まらなくてさ最近だよその上司隠し撮りしたやつ写真印刷して 切って急に出したらしいんですで鈴木くんこれ聞いた瞬間に「はい嘘ってすぐ気が付いたっていういつものね。はいで鈴木くんすぐに「いやちょっと待って高木お前ニートじゃん実家暮らしだし」ああ、そもそもって言ってみたらそうなんですよそもそも仕事してないんですよだから高木くんがあそうだったね俺はっつってギャラ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 って二人で笑ってその日解散したんですよ。 またそれから1週間2週間たってから「なあ鈴木飲み行こうぜ」高木君んが電話来たもんですから鈴木君前回と同じ居酒屋で待ち合わせして、うん、一緒にこうお酒飲んでる中また高木君があそうそうそう社長聞いてくれよ、うん、あのさ最近俺の彼女のさ様子がおかしいなって思ってていろいろ話聞いてったら「あいつ浮気してたんだよ」でさもうそれが本当に俺悲しくって悲しくってもうね家帰ってから 彼女も開き直ってさなんかもうどうでもいいやみたいなってたもんだから俺腹立っちゃって、うん、今まで彼女からもらったもんだとか思い出のもの全部一個ずつ丁寧に包丁で刺してったんだよ <laughs> って言い出すちゃんですよい、はい、でこれも鈴木くんすぐに「はい嘘って分かったって言うんですね「うん、あのさ高木お前彼女いないし童貞じゃん」って言ってみたら <laughs>、はい、高木くんあ うんまあそうなんだけどつってまたゲラゲラゲラって笑ってたんですけど<ー>こういう話をするようになってからちょっと高木くんの様子がおかしかったっていうんですよ、うん、今までの高木くんってなんかね人のことを傷つけるような嘘だったりとか<ー>なんか気持ち悪い嘘そういうのつかなかったんですよねで会うたびになんかこういうネガティブ要素のある嘘をつくもんですから、うん、鈴木くんちょっと っずつ一緒にに飲むの嫌になってきたんです,よ、うん、ですから電話かかってきても「ああごめん仕事忙しくって」って断ったりだとかまた違う時も「ああごめんもうさ実はもう予定があって」とか、うん、でずーっと断ってって約2か月3か月一緒に飲まなくなった時に高木君から鈴木君のところに1本 LINE が来たんですよ、うん。で何だろうなと思ってその LINE を読んでみたら今から。 俺の嘘に付き合ってっててほししい出んですね、うんはい、でえっと思って下読んでいくと「俺はお前のことを大親友,大親友だと思ってた」うん「絶対に裏切らない友達だと思ってた」「だけどお前は俺から離れようとしてる」「それがすごい悲しいから俺はこれからお前のことを呪うよ」「呪って呪って呪って,呪ってお前が呪いで死んだ時に俺も死ぬんだ」って 急に来たんですよ、はい、でこれ来た瞬間鈴木くん「俺なんてことしちゃったんだろう?」と思ったんですって。でこれどういうことかっつったら「はい、こんなことを送ってくるぐらい精神病んでたんだ」あ<ー>「俺なんで優しくしてあげられなかったんだ」「気づくて」「あげられなかられなかったんんだうそうなんですよあの時からもおかしかったじゃん」っていうのに気がついてすぐに「いやお前大丈夫今から会うか?」ってだけ送ってみたら高木くんから「大丈夫?」 俺は嘘つきだからって来たんですよ、うん、で、それから数日たった時に鈴木くん高木くんを除いた小学校の時から仲いい友達数人とお酒飲んでご飯食べてわー喋ってたんですってで喋ってる流れで急に一人の友達が鈴木くんに「ああそうよさ鈴木もう高木の話聞いたか?」って言ってくるんですよ。なんすかで鈴木くんも「はあ、ん何?」って言ってたら「いやあのさ 高木の周り最近大変なんだよ」って言ってきて「な,な,んなんかあったっけ?」って聞いてみたら「いやほら高木がさ勤めてた職場あるじゃんか」って高木の直の上司「最近なんかよ家全焼したかなんかでさ」で全身完全に焼け焦げで死んじゃってで炭みたくなっちゃったもんだから運び出す時にボロボロに崩れてバラバラになっちゃったらしいんだ」って急に言われたんですよ、はい。 まず仕事してること知らないんですよ鈴木くんは、はい、あれ前でもそんなこと言ってたなって思ってる中あともう一つもう一つあのさうんと高木の彼女だよあいつさうんと俺も何回か会ったことあるんだけどいい子だと思ってたらがっつり浮気しててさ、うん、でそのね浮気相手も頭おかしかったみたいでさなんんかで話こじれたんだろうね浮気相手が高木の彼女のことを急に包丁で刺しちゃってでそれでねなんか臓器かどっか傷つけたのか 今彼女もうちょっとね体に障害残るぐらいの怪我しちゃってっていう話されて、うん、ふっと「あれ高木が何か言っていた復讐の方法と現実に起きてるそのものっていうのがリンクしてんじゃないか」って鈴木くん思ったんですよ。そうで,す、ね、で鈴木くんが僕に言ってきたのが「ねえ笑平さん高木の嘘って何が嘘だったんですか?」 って言ってきて。僕その瞬間は答えれなかったんですよ。答えれなかったんですけど。どっかのタイミングから高木くんが嘘をつくタイミングっていうのが最初か後に言う。これ嘘なんだけど、っていうのが嘘だったんじゃないかなって思ったという。そんなお話でございました。ありがとうございます。いや、ごめんなさい。あの、本当にその拍手しちゃいけない話なんですけど。<laughs> 引き込まれまれしたねそうかこれ嘘なんだけどっていうことがもうそれが嘘になってたそううだと思うんですよ、ね、でもそうなると鈴木さんですか、はい、ね相談してきたっていう高木君から呪われて今閉まっている状況なんじゃないですかね。いやでもそれが分かんなくって俺聞き終わった後に「いやまあそれが嘘かどうか分かんないけどさ」みたいな流れでちょっと明るめに「ちなみに今高木君とはどういう関係なの?」っつったら「 昨日飲み行きました<あ>って言うんですよはあ、はあ、仲いいらしくてだからまあ仲良くしてるから今はもしかしたらその呪いみたいなのはかけられてないかもしれないですしまあ、そこもまだ分かんないところではあるんですけどまあ、今こういう状況もあってまあ、ちょっと鈴木君お店に遊びに最近来てないですもんね、はい、そこ確認したんですかねえお前彼女実際いたらしいじゃんお前実は働いてたらしいじゃんとかはちょっと聞けないですよね聞けなかったっすね <laughs>、はい すごい皆さんこういったお話がですね250本ありましてこれが来年から YouTube チャンネル立ち上がりますええー、まだ我慢できないよもう早く聞きたいよって方今、えー、こういった本がお、はいありがとうございます「えー、北縁階段翔平」こちら何話ぐらい入ってるんですか30話確か入ってたはずですねこれがもう発売になったばかりですのでね YouTube 待ちきれないという方、えー、よかったらこちらを読んで。 はい。翔平さんの会談ね、楽しんでいただきたいと思います。次回もいいですかいや、こちらこそお願いします。<laughs> お願いします。<laughs> ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。やっぱりすごいですね。はい。えー、こちら、えー、階段バー、スリーダーナイトでも怪談して活躍されてます、えー。翔平さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございますす最後すげえバカっぽかったですね。<laughs> あー、僕、それよく言われる。<laughs> <laughs> 頭悪すぎちゃめ方しますね <laughs> あなんす。あザマス オカルトコレクターの田中俊之さんですお願いいたします。どうもオカルトコレクター田中俊之です。よろしくお願いします。いやもう出会いはもうね十年ぐらい前になりまして、もうその時にもう風貌もすごかったんですけどもね、うん、出した話がすごすぎて、まあねテレビの会談の大会だったんですけども優勝しちゃったっていう。うす, <laughs> すごい人が現れたななんて思ったんですよ。あの時だって楽屋であの松原谷君もいたんですけど。はい。 あのずっと AD やと思われてました <laughs> いやあの僕らみんな持ってました徹夜通気の AD って思われて1週間ぐらい寝てない <laughs> お風呂も入ってない AD さんがなんで楽屋にいるんだろうなと思ったら <laughs> 出るんかいこの人話したらすごすぎて優勝しちゃって <laughs>、はい、でだいぶ垢抜けられたんですよ田中さんねはいもう袖にもプリントしてる T シャツ着てますから <laughs> それよくわかんないですけど、<laughs> はい、なまたボケるようになりましたよ、ね。あ、そうなんですね。あ、ちょっといなんかね、はい、良くないですよね。いやいいですいいです。いいです <laughs> なんかねやっぱ階段話し始めるとね、急にこうクッとこうやっぱスイッチ入ってかっこよくって、あ、あるのです。前回なんかもうあの R シティさんに見えてきちゃって、あ、あのラッパーのラッパーの好きなんですよね R シティさんと階段。あ、そうなんですか。いやだから島田さん絶対見てますよ。 あでもね、DJ 松永さん、相方さんの方は、はい、あのラジオが大好きみたいで、<あ>あの僕が有吉さんのラジオに出て、ボコボコにされてるやつ、何回も聞いてますってふうに言っていただいて、知り合いなんですね。はい、この前、初めて共演してお話させていただきましたけども、あじゃあ、る指定さん、階段、めっちゃ好きみたいですね。へえ<ー>、なんかね、出てほしいですよね。そに階段のね、イベントとかにもね。す,すごい、やっぱインフもんですかね、階段も。 なんかね1回村上ロックさんで踏もうとしたって言ってましたけど村上ロックで印を踏んでこうとしたっていう確かえだから多分ラジオやと思いますあの「プリミナツ」のすげえな階段でも印踏まれるんですねさすが日本一のラッパーさんですねラッパーですねいやでもこちら今日にはね階段階の R− 指定さん来ていただいてますありがとうございます階段階の R− 指定は怒られそうや 前回もすごい話でしたけども、じゃ、はい、今回もお願いしてもいいですか。はい。はい、今回もその前回話した久保さんの話なんですけど、久保さんってすごい話お持ちなんですね。そうなんですよ。でもなんかいやーそんなお化けとかおらんやろっていうタイプなんですよ。めちゃめちゃ経験してますよね。そうなんですよ。その中でね、またえっ、ー、とね今カメラマンのカメラマンとしてプロのカメラマンとしてスタジオを持ってるんですけど、その専門学校にずっと通ってた時が。 終わって久保さんも神戸なんですけど学校が大阪にあったんですよ。うん、でその時にしてたアルバイトが神戸にある、えっとね、バス会社であのねバス,バス観光バスをあら洗うバイトなんですよ。でそのアルバイトっていうのは10人の1チームでで78台バスをさばこう掃除してさばくんですけど。 時間が別に拘束時間がないんですよ。うん、なぜその日のバスを掃除すればあの上がりっていう。早く洗い終われば帰れるしってことなんですね。そうなんですよ。だからみんなで頑張れば頑張るほどでで終のええ仕事やったらしいんですね。でもねなんかその中にベテランの女性三人がいて、ええ、まあおしゃべりす好きな三人がいたらしいですけど、はい、その中の一人で佐藤さんっていう人がちょっと変わってる人。うん だったらしくて仕事も真面目やしこうあいつも明るいんですけどある日遅刻してくるんですよね。うん、でそれじゃあ残りの,あの女性2人が「あ出た出た」って言うんですよ「またや」うん、で久保さんは遅刻癖でもあるんかなと思ってたんですがよく聞いてみるとそうじゃなくて飛び降り自殺を見てるんですよ出勤前に。はあ、でそれが 第一目撃者が何かでこう警察に一応何かこう聞かれたりしてで遅刻してるんですよ、うん。でのその二人が言うにはね「あの人めちゃくちゃそういう現場に会うねん」って<ー>で最初は自分たちも遅刻の言い訳やと思ってたらしいんですがなんかそうじゃなくて全部ほんまらしくてなんかそのアルバイトその佐藤さんが何年やってるのか分かんないですが。 もう8回見てるらしいんですよ飛び降りだけじゃないですけどいろんな事故現場とか、はい、人が亡くなる現場に立ち会ってる,るでもおかしいじゃないですかちょっと会い,いすぎですよねで本当に久保さんが佐藤さん来た時に聞いたらいやそうなんよって言うんですよである時チームの一人がね辞、えー、めることになって、うん、で社長を含めた久保さんを含めてその佐藤さん も含めて居酒屋にに飲みに行ったんですってで席が久保さんとその女性ん人組やってじゃあこうお酒回ってきてなんかまあ仲いいんですけど、はい、だノリでいじり出すんですよそのなん。あんたちょっとおかしいでって,ってそんな8回も見てそういうのってあるやんかみたいなそのお祓いみたいな、うん、行った方がいいんちゃうのって言って,で言ってたら。 その久保さんもね「いやちょっと心配だから行った方がいいですよ」ってて「いうかそれいつからなんですか?」って言ったら「うん、あの今に始まったことじゃなくて子供の時から」って言うんですよ。へ<ー>でこ実家がね鳥取の田舎らしいんですけど、うん、あの気づいた時にはね「こっちこっち」っていう声が聞こえるんです<ー>でそ,その声に反応して行ったら最初見た時は小動物が死んでたって言ってる、はあ でそれがだんだんこう人に変わってきて、ええ、もう街中に来たらもう人しか見んようになってでそれめっちゃやばいっすよってでで最近ちょっと不安やねんって言,う言い出すんですねまたどうしたんですかって言ったらい,やそのいつもはこ,うこっちおいでみたいな声やねんけどなんかちょっと悪意がある声に変わってきてるっていうんですよなんかちょっと笑い声というか。ええ だからなんからいつもと違うねんなって。でもう声聞こえたら分かるから行きたくないんですけど体がこう自然に行っちゃうんですか出回るんですって。でまた別の日にあの飛び降りで遅刻してるんですよ。まあ見,見ちゃったんですね。てはい、でまたかいこうアルバイトに来たらその、あの明らかにちょっと近づいてきてるっていうんですよ。というのが声がしてえー 事故なりあの飛び降りなりを見るんですけどそのね声がして飛び降りたり事故に遭う距離がだんだん短くなってるっていうか声した瞬間こう飛び降りてきたりだから当てに来てるんちゃうかなとかこうなんか言ってるらしくて、えー、で「いや多分早く行った方がいい」ってそういうお笑いとかねで何やったら僕も調べますよとか言うんですけどそっからずっと休みがちになるんですよ。 で電話がかかってくるんでじゃあ電話の向こう側でねその佐藤さんが「当てに来てます当てに来てます」って言って「怖い怖い怖い」ってテンパってるらしくて、はい、で社長が取って「いやもうとりあえずあの現場行くから」って言って「教えて」って言って電話切って「ちょ久保お前も来い」って言って2人で行ったらしいです。はい、で行ったらあの、まあ、事故現場をまた見ててで警察の人に「あれこういう人いませんでした」って言ったら。 ちょっと別の方で体調崩されてるんでって,ってなんか保護してくれて,て、えー、でその場所に行ったらその佐藤さんがぐったりしていたんですよはいでもあの全然もう笑い声がして笑い声がして見た瞬間にこの目の前に落ちてきてだからもうすぐで私死にかけあの巻き添いくらいったはい、はい、だからもう私もうちょっと実家帰らせてくださいもう今,日今日でも実家帰らせてもさいもう仕事できない いやまあまああ落ち着いてって社長が言ってるんですけどあの傍らにね20代後半ぐらいの綺麗のな女の人が立ってたらしいんですよ。はい、であの「娘です」って言うんですって。うん、で母もちょっとこういう状態なんで「もう明日にでもちょっと実家帰ろうと思ってるんです」って,ってで「まあそしたらちょっと待ってくれ」って言ってで社長と「久保ちょっと待っといて」って言ってその「て」 社長と佐藤さんと娘っていう人とちょっと喫茶店でこう喋って30分後帰ってきたんですけど「あ久保ちょっとあかんわ」って,ってやっぱもう働ける状態じゃないから」で次の日に、えー、午前中に娘と一緒に来て、はい、あの手続きして実家に帰られたらしい。はい、で社長も久保さんにその「一、まあ、人抜けるけどすぐバイト入れるからちょっと9人で頑張っといて」って。でその佐藤さんが 仕事辞めて実家に帰ったっていうのはその昼他のチームはあとで聞かされるんですね、ええ、でこういう状態で「佐藤さん帰ったからあのとりあえずすぐバイトを入れるから」みたいなことを言ったらその仲良かった2人いるじゃないですか女性、はい、その人らが何か言いたそうな顔してたらしいですよ、うん、久保さんも見てたんですけど社長も気づいて「ど,どないしたんや」って「何か言いたいことあんの?」って言ったら2人が「あの。 言いにくそうにもう私たちもう佐藤さんと何年も付き合ってるんですけど「あの佐藤さんっ!?」で「娘なんて聞いたことがない」っていう「うん、いやでも久娘って言ってたよな」って言って「言ってました言ってました」って「いやーそあの子供がおるなんか私たち何年も一緒やけど会ったこともないし」 聞いいたこともないですよってってで一応ね忘れ物とかあったらあかんから電話番号控えてた実家の。で社長が電話して「そうそう一回電話してみるわ」みたいなんでで電話したら「あ,のあはいあすいません」って言って切ったんですよで「どうでした?」って言ったら「鳥取,の鳥取が実家やって言ってたのに岡山の全く関係ない人のところにかか,かったらしいでそれ以来 あの見当たらないっつって佐藤さんとは、えー、あの娘ってもしかしてほんまに娘なんかなみたいなことを久保さんが言ってましたけどちゃうんちゃうかなって僕ちょっと思うでもはっきりとその人は見えたわけですよね社長のねの娘さんが幽霊とかっていうあもう全然はっきりただ似てないなとは思ったらしいんですよそうなんですよいや僕一瞬だからそのね 佐藤さんのことをこっちこっちって呼んでる犯人というか不思議な存在がそこにもうじ実,体実体化していたのかなとか思ったんですけど、はい、そういうわけでもないんですよ。そうなんですよね、まあ、今やあれはでも人やでって言ってましたけどちえっととどううちょっとどうちょっとなっていうえ何なんだろう似てないとは言ってました。はい 本当にいろんなこと考えちゃうんですけど佐藤さんね、ええ、今、その連絡がつかないっていうことなので、はい、本当に最悪の結末をもう呼ばれてるっていうねうん、うん、もう当てられるって話をしてたのでもうそういうことになってしまっているのかもしれないし。そ、うん、そうそううななんかか連れれて行かれたよよ気もしますへ、ねええ。まあなん 気持ち悪い話です、ね、いやなんだいますよね時々ね、あのー、多分あのー、BB 五郎さんなんかも結構人が亡くなるところに立ち会ってしまうことが多いっていう、うん、そうなんですよあれ不思議ですよね、うん、あの首つってるひ、えー、痛い見る人ってつ何回か見るね言いますよね、うん、飛び降りの現場にとかその電車に飛び込んでしまうとこ見ちゃうとかあれで ねえそういうなんていうかなよく,よく現場に遭遇する人っていますよね。と、ええ、いうかといってその方に今後何かあったとかそういうわけじゃないんですよね、うんうん、ただこういう現場見ちゃうっていう人そうそう僕も聞いたことありますねいやまあそれのねそれに似てるんですけどなんか当てに来てたりするっていうそうそうそこがまたね聞いたことなかったですよねそうなんですよだから呼び込もうとじゃなくて当てに来てるっていう、うんうん 言葉がすごく印象的でしたね。まあ、うん、追い込まれてたのかもしれないですけど、精神的にわかんないですけど、あ<ー>まあ、うん、いやすごい話でしたねいや。ありがとうございます。はい、田中さん怖いう話百本以上お持ちなのに YouTube チャンネル持ってないっていうね。 それが一番怖いんですけども、ほんまに、もうほんと一刻も早く始めていただけるんですよね。もう、はや、始めます。はい。ほんまに。あの、やる時はや、やりますんで。<laughs> 怖いんだよ、なんか。何するんだろうと思っちゃうんですけど。え、そういう場合って、なんか、チャンネル名とか、ちょっと、こう、候補あったりするんですか。全くない。いや、一応考えてるんですよ。ここ。例えば、どんな。えっと。田中都市伝説。 おあ田中ゆ幸だってええー、田中都市伝説 <laughs> まあまあねお互いにちょっとね失笑という感じにはなってもいやでもわからないですよ何でもいいですからねタイトルなんで、ね、キ,ャキャッチーな方がいいかな、ね、でも田中さんってやっぱり階段のイメージえっ都市伝説も詳しいんですかいやあまあ,あのスキーの方なんであじゃあ階段も都市伝説もいけるっていう、はい、じゃああちょっと広くね都市ボーイズみたいな感じですとかあ<ー>う憧れてますん、ね、でみんなに。 あ都市ボボーーイズじゃもう田中都市ボーイズでいいじゃないですかいや怒られそう <laughs> <laughs> でもちょっとね、はい、あの早くに、はい、あの解説されるという話ありますのでぜひ、はい、皆さんちょっとねチェックしておいていただいて、はいはい、解説された際にはもうすぐこうスタートダッシュでもう登録、はいはい、皆さんしていただきたいと思います、えー、ゲスト、えー、オカルトコレクターの田中俊之さんでしたありがとうございましたありがとうございました